こんにちは、ピノハナです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初挑戦、ふわふわインコさんで購入した商品の紹介をしたいと思います。ふわふわインコさんは、インコとオウム先生のいるお店、ふわふわインコというお店をされていて、小型から大型のインコさん、オウムさん、17種類40羽ほどいます。鳥さんと仲良くなる方法は、人からではなく、インコ先生とオウム先生から教えてもらうというこだわりのあるお店です。そして、店内にはたくさんの種類のペレットやおもちゃや鳥さんのグッズなどが販売されていて、もう少し詳しく商品の相談がしたいと思えばメールでも対応しています。LINE テレビ電話ショッピングでは、LINE テレビ電話で商品を見ながら相談しながらお買い物できます。概要欄に詳細を載せておきますので、気になる方はぜひご覧ください。それでは購入した商品の紹介をしますね。ズプリームのフルーツブレンド XS ヒンチカナリアです。今回は 397g の小さい方にしました。前回購入した分が余っているのと、これから梅雨の季節も迎えるので、湿気対策として小さい方にしました。こちらは古今蝶、文蝶、十四松が好きなペレットで、特に文蝶は他のナチュラル色のペレットと混ぜていても、このフルーツブレンドから食べます。見た目もカラフルなので、食べる楽しみもあるのかもしれませんね。中身はですね、こんな感じです。ピノハナ家で一番小さい十四松も食べれる大きさです。こちらはハリソンのアダルトライフタイムスーパーファインです。保存料を含まない 100% オーガニックですので、愛鳥はもちろんのこと、購入した私も一緒に健康になれる気がする商品です。ハリソンのペレットは袋のまま保存を推奨されていますが、私はジップの開け閉めが困難なので、別容器でペレットを保存しています。皆様はそのまま袋で保存してくださいね。ちなみに保存容器はゼロジャパンさんのコーヒーキャニスターです。ラフィーバさんのグルメペレットフィンチです。細かいフレーク状で果物本来の自然な甘さのあるフルーツペレットです。まだ一袋在庫があるので、今回は一袋だけ購入しました。ピノハナ家ではみんな食べますが、古今蝶、十四松が特に好んで食べます。ペレットはラフィーバ一袋、ハリソン二袋、ズプリーム三袋購入しました。こんちゃんさんのおもちゃを紹介します。素材から吟味し、安心して遊べるおもちゃをすべて手作りしています。ピノハナ家のおかめもかじって壊すのが大好きなので、とても嬉しい商品です。見ているだけでもワクワクしちゃいますね。ヒノキスターです。国産ヒノキをカンナで削り、大小のお星様をオーガニックコットンの紐で4個つないでいます。硬さもちょうどよく、かじり出すと夢中になって遊びそう。袋から出すとヒノキのいい香りがします。
どうやったらお星様になるんだろうって気になっちゃいますね。鳥のおもちゃバルサとコルク2個セットです。バルサもコルクもオカメが大好きなのできっと喜んでくれると思います。おかわりほうきもろこしです。国産無農薬のほうきもろこしの茎で、昨年クリスマスプレゼントでオカメがとても楽しそうにカジカジしていたので、今回は10本入りのおかわりほうきもろこしにしました。鳥のおもちゃイグサのおもちゃ3個セット。イグサは九州産の無農薬のものを使用されています。毎日寝床を作っている十四松が喜びそうですね。ふわふわインコ限定商品アウトレットおかわりパリパリフラワーです。作っている時に割れたり崩れてしまったのをアウトレット価格で販売します。こちらはアウトレットパリパリフラワーが出た時だけですので、入荷状況はふわふわインコに確認してくださいね。この商品を思いついたのはふわふわインコのお客様だそうで、こんちゃんさんにお話をしたところ、心よく快諾してくれて商品化されたんですって。そのお客様ナイスです。中性電解次亜塩素酸水20リットルです。すみません、舌を噛みそうなので以降は中性電解水にしますね。人間にも動物にも環境にもとっても優しい中性電解水で、鳥さん特有の鳥から鳥にうつる病気 PBFD 鳥インフルエンザ、メガバクテリア、鳥クラミジアなどのウイルスや菌にお使いいただけます。私はケージや鳥のおもちゃや止まり木、タオルなど動物病院で購入したのを使用し除菌していました。最近はサイクリングを始め、室内で保管するスポーツバイクにも中性電解水で除菌しています。20リットルあると心置きなくたっぷり使えるので、家の中の除菌にも使用しています。使用方法はふわふわインコへ確認相談してくださいね。真空パックされた4種類のペレットの試供品をいただきました。紹介しますね。1番ベタファームさんのニュートリブレンドミニフルーツブレンドペレットです。ベタファームのペレットは獣医師によって設計されていて、オーストラリア産の厳選された原料のみを使用されているそうです。色もカラフルで美味しそうですね。2番ヒギンズさんのインチューンナチュラルペレットです。カラフルな色や天然フルーツの甘い香りが鳥さんたちにも大人気だそう。指向性が高いので初めてのペレットにもおすすめみたいですよ。3番プリティーバードさんのナチュラルゴールドスモールペレットです。天然成分ヌクレオチドによって体の機能を向上させ、丈夫な体を維持するそうです。ヌクレオチドは生体内の様々な代謝にも関与する成分で、免疫細胞のナチュラルキラー細胞を活性化したり、消化管の免疫細胞を活性化する効果が報告されているそうですよ。4番ベタファームさんのフィン
チ&石製クランブルスペレットです。こちらのペレットはパッケージがご緊張でしたので昨年購入したことがあるのですが、ペレットがポロポロと崩れた感じですので、ミルやすり鉢で小さくする手間は省けるかなと思います。これでふわふわインコで購入した商品の紹介は終わりです。ここからはインコとオウム先生のいるお店、ふわふわインコがリニューアルいたしましたので、少しだけお店を覗いちゃおうと思います。いかがでしたか？鳥さんがとても生き生きしていましたね。私もいつかふわふわインコへ行ってみたいです。声も安定しておらず、聞き取れない箇所もあったかと思いますが、最後までご視聴ありがとうございました。皆様、さようなら。